Word2010 を起動した状態です。ファイルをクリックし新規作成をクリックします検索窓に年賀状と入力し検索の開始をクリックします年賀状のテンプレート一覧が表示されます 一覧から使用したいテンプレートを探しクリックします。テンプレートのサンプルはこちらで確認します。使用したいテンプレートが決まったらダウンロードをクリックします。テンプレートをダウンロードできました。ダウンロードしたテンプレートは保存しておきましょう。 ファイルをクリックし名前をつけて保存をクリックしますファイルの保存先を指定します今回はデスクトップに保存しますファイル名を設定し保存をクリックします 年賀状用テンプレートのダウンロードと保存ができました。